仲間が全然来ません。マッチメイク中の方を見ていただけるとわかるんですけど、170秒経ちまして、仲間が全然来ません。嫌われてます。一人ぼっちになってしまったので、いろいろ塗ったのですが、どうすればいいですかね。このままずっと待ってればいいのかな。これ上塗るの大変。上塗るの大変なんですけど、頑張って若葉で塗ってます。武器も変えられないので、本当に5分以上経ちました。めっちゃ時間経ちました。暇だよ。塗ることしかできないよ。いくら試し打ちができるとはいえ、これはひどいじゃないか。でも俺は待つよ。おー、いい。全然マッチングしないぞ。本当に塗っちゃうよ、全部。全部塗っちーになっちゃうよ、色が。スプラトゥーンの。なんか、それもそれでね、ステージ、ごめんな、もう、汚しちゃって。もう、しょうがないよね、もう。だって、やることないんだもん。はい、10分経ちました。10分経過しました。僕が一人で塗り始めてから10分も経ちましたね。寂しい。普通に寂しい孤独です。10分がゲームができません。10分経ってもさ、始まらなかったからさ、全部塗りました。ここ。もう、塗る場所もなくなっちゃいました。ごめん、ちょっと残ってた。許して。許して。はい。これで完璧でしょ?もう、ピンクだよ。もう全部がピンク。ねえ、俺をマッチングさせてよ。もう800秒経つよ。俺にゲームをやらせてくれ。お願いだ。スプラトゥーンなんでやらせてくれない。ねえ、なんで?そろそろゲームさせてよ。俺がよ。俺もゲームやりたいんだよ。スプラトゥーンの公式さんから情報があったんですけど、180秒以上待ってもバトルが始まらないときは、任天堂スイッチをスリープさせて、もう一回やれって書いてある。ソフトの再起動って書いてある。俺、10分以上待ってるけど、一生始まんないらしい。おい、時間返して。10分はでかいぞ。スプラ3の前夜祭12時間しかできない中の、10分はでかい。これは、時間がもったいない。